はい、皆さんこんにちは。福岡方チャンネルです。ナショート。はい、こちらのチャンネルではですね、福岡方の様々な情報をできるだけ分かりやすくお伝えするというチャンネルになっております。いつもいいねとコメントありがとうございます。はい、ということで、本日もグルメネタです。はい、ですね、本日ご紹介するのはですね、空の三香橋さんです。はい、まあ、ちょっと珍しいお店かなって僕的には思うんですけども、すごくいいお店だったので、はい、こちらでご紹介させていただきます。それでは早速いってらっしゃい。はい、で場所なんですけども、天神南駅からですね、ちょっと中洲の方に歩いていくんですよね。ここはなんだっけ、国体道路か。で、住所的には西中洲になるんですけども、ちょうど、三香橋の交差点と春吉の交差点の中間ぐらいなんですよね。で、今回は天神、西鉄福岡天神駅の、南口の方からスタートするんですけども、まあ、歩いてもですね、そんなにかからないですね。今何分になってたの？ 6 分か、はい、6分になってますけど、まあ、10分見とけば間違いないかなぐらいの距離感ですね。はい、でこちら、右手の方がですね、真正面がまず渡辺通りですね。で右手の方に流れてるのが国体道路になります。でこれをですね、中洲方面に進んでいくんですけども、この通り何回かご紹介しましたよね。なんでご紹介したかなクータさんとか、あともう消しちゃったんですけども、法輪さんとか、そこら辺でご紹介したと思うんですけども、あのですね、ちょうどですね、西中洲とか春吉とかって結構ですね、いいお店が揃ってるんですよ。で飲食店も多いし、飲食店が多いか、飲み屋さんも多いんですけども、ここら辺で飲んでから中洲の方に流れていくっていう、そういう一連の流れもですね、あったりなかったりするんですよね。で僕の中ではやっぱちょっとこう大人のイメージがあったんで、あんまりちょっと若い頃は近づけなかったんですけども、最近ちょっと行けるようになりましたね。はい、こちらになります。このですね、ビルの2階になるんですけども、このちょうどですね、窓のところに書かれてると思うんですね、空の三香橋。これちょうど、ね、向かい側に吉野家さんがあるんですよ。でそこの反対側と思って間違いないです。でこちらの階段、ここの階段ちょっと変わってるんですよね。はい、上がってもらって2階になります。はい、こちらですね、こちらが空の三香橋さんになります。で営業時間なんですけども、今はですね15時から23時、これ通常営業の時間帯になってます。ちょっと前までね、ランチとかもやられてたみたいなんですけども、今はですね、15時から23時になってるみたいです。なんか14時からやってるっていう噂もあるんで、申し訳ないんですけど、やっぱりちょっと事前に調べていかれた方がいいと思います。はい、でお店の中なんですけども、どれぐらいかな、すべてカウンター席なんですよね。でここの店ロバター焼きのお店なんですよ。なので目の前で焼いてくれるんですよね。だからあんまり人数座れないんですよね。10人ちょっとぐらいですかね、ディスタンスもちょっと取らないといけないから、おそらく少なめにされてるんじゃないかなと思うんですけども、テーブル席がないので、その点はご注意ください。でロバタ焼きのお店ってちょこちょこあるのはあるんですよ。ただどうなんでしょうね、こっちの方ではそんなに多くないんじゃないかなと思って、ただここはですね、海鮮系、主にやっぱりその、貝類、あとはエビとかカニとかにちょっと特化しているようなお店みたいなんですよね。でこちらですね、ロバタの三香橋さんっていうのがちょっとその西中洲じゃなくて、あっちどっちなんだっけ、あっちが春吉なのかな、ちょっと入っていたところにですね、あるお店の系列店みたいなんですよね。だから僕もなんか店員さんと話してて、ロバッターの三香橋さんと、あれなんですかって、そうですそうですって言って、5店舗目ですって言ってたかな、系列店になりますっていうふうに言ったんで、なるほどですねっていうふうな感じで、で、そっちのロバッターの三香橋さんの方も僕まだ行ったことないんですけども、結構な人気店なんですよ。だからですね、先ほどその事前に時間を調べてくださいって言ったんですけども、予約は絶対に取っておいた方がいいです。今はね、もしかしたらちょっと少ないからワンチャン行けるかもしれないんですけども、なかなか飛び込みでは入れないと思います。
はい、これですね、大将が見せてくれたんですよ。こんなのもありますよって言って、僕はその撮影させてくださいって言ってたからですね、ちょっと見栄えがいいやつをくれました、はい、であとですね、この日は毛ガニも生えてたみたいなんですよね。で、すごい、これがですね、ワタリガニですね。めちゃくちゃでかいんですよ、このワタリガニ。竹崎さんって言ってたの、竹崎漁港で取れたワタリガニだと思います、はい、でこちらはですね、お通しの、アサリの醤油漬けですかね、はい、めちゃくちゃ美味しかったです。で、最初ごめんなさい、メニューのところもとっくに過ぎちゃったんですけども、盛り合わせみたいな感じで、まあ1人 1.5 人前で2人前みたいな感じで頼むんですけども、今回私が頼んだのは 1.5 人前ですね、2人で行って、はい、でこちらはですね、ピーマンですね、冷やしピーマンを肉味噌で食べるやつですけど、450円かな、はい、だからセットのやつは4400円で、セットを中心に、ちょっと単品を頼むみたいな感じ でこちらの、カニですね、ワタリガニはまた別だったんですけども、これがですね、いくらやったかな、時価だったんですよ。で、重さによってちょっと値段が変わるみたいなんですけども、この日は、4800円です、税抜きですね、はい、もうね、どうしようかなと思ったけども、せっかくやけん、もう行ったれと思って注文しちゃいましたね、はい、こちらはですね、醤油漬けの甘エビですね、はい、これは、最初のセットについてました、はい、でちょっと向いてるとこ取りたいけんって言って奥さんに向いてもらいました。これね、卵がついてたんですよね、だからあーと思って、でこの剥いた殻をですね、後作りみたいな感じで、その炉端、なんて言えばいいのかな、炭で焼いてくれるからですね、目の前の。だから俺生でその卵食いてえなーと思ったんですけども、ちょっとはしたないと思ってやめました。でこのセットの内容なんですけども、多分というか、まあ一応聞いたんですけども、あれによって変わるんですよ、その日の仕入れですね。あ、これはサザエですね、焼いてたやつある程度火が通ってきたら出してくれて、食べやすいようにカットしてくれます。はい、で、こちらがさっきの甘エビの殻ですね。聞こえましたでしょうかサクサクをちょっと聞かせたかったです。でこれですね、僕はハマグリと思ったら違いました。ですね、ホンビノス貝っていう貝だそうです。はい、違いました。でこのサザエですね、普通の醤油で食べてもいいんですけども、卵とじっていうのもやってくれるんですよ。この卵とじマジで美味しかったですね。はい、こういう食べ方するのか初めてだったんですよね。で実は僕は貝ちょっと苦手なんですよ。2枚貝は大体いけるんですけども、巻き貝とか1枚貝はちょっと苦手なんですよね。でもね、ちょっと概念変わりましたね。臭みも全然ないですし、もうこういう風に食べやすいように全部やってくれるからですねこれすごいでしょ。だからこのなんか手間をかけてくれてる分はすごいなと思って、大体1つ、炉端、まあ、2つの炉端に、炉端というか焼き場ですね、はい、大将がこれ平らぎ貝なんですけども、僕は取ってたから見せてくれましたすごくですね、こう店員さんがですね、フレンドリーなんですよ。だからもうなんかすごい気を使っていただいてですね、申し訳ないなと思いながらですね、僕邪魔ならないように説明しようと思ったんですけど、はい、これ平らぎ貝の刺身ですね。これはおいくらだったかな、ごめんなさい、ちょっと後で出しておきます。これがですね、僕は平らぎ貝の刺身ってあんまり食べた記憶ないんですよね。よく博多の屋台じゃねえ、焼き鳥屋さんに行くとですね、平らぎが置いてあるんですよ、串で。でそれはね、しょっちゅう食べてたんですけど、お刺身はあんまりないですね。こちらがその平らぎ貝の何ていうのかな、紐っていうのかな、内臓っていうかなんですけども、これもですね、すっごい綺麗に処理されてて、めちゃくちゃ美味しかったです。まあがっつり酒のあてって感じだったんですけども、近っぱ美味しかったです。でこちらはですね、平らぎ貝の刺しですね、これを焼いても食べれますよっていう風に言われたんで、焼いてくれたんですよね。でこういう風に海苔に包んで出してくれました。で先ほどからですね、ちらちら映ってたパンがあったと思うんですけども、こちらのですね、エビとアボカドのタルタルっていうやつにこのパンをつけて食べるらしいんですよ。でパンはですね、無制限じゃないかもしれないんですけども、
足りなかったらまた焼きますみたいな感じで言ってくれてたからですね、はい、足りなかったらプラスされてもいいかなと思います。もうね、めちゃくちゃ美味しかったです、これも。ていうかね、出るもの出るもの全部うまいんですよ。だからもうびっくりしました。まあ、美味しいって噂は聞いてたんですけどもね、これ誰に聞いたのかな、多分先輩だったと思うんですけどもね、ロバタの参考橋によく通われてる先輩がこっちにもあるらしいけん、お前今度行ってみたらみたいな感じで言われた、分かりました行ってみますって言って情報提供してくれる先輩がいるんですよね。こっちはですね、カニ刺しですね、これなんだっけ、ズワイガニじゃなくてなんだっけ忘れた、はい、でこちらはエビですね、エビの塩焼きです。ちょっとねまだ生きてたんでね、ちょっとかわいそうなんですけどもね、でもねこれもねめちゃくちゃ美味しかったです。もう頭からバリッバリいったんですが、これももしかしたら聞こえるかな どうですか、 ASMR 的な感じでいいですかね。はい、でこちらがですね、先ほどの渡りガニですね、蒸し上がったやつを全部きれいにほぐしてくれるんですよ。もうねこれ感動したんです。カニ好きなんですけども、やっぱ食べづらいからですねちょっと敬遠するんですけども、これはマジですごかったです。これはですね、カニをほぐしてくれてるところですね。でちょうどですね、その日はカニ、渡りガニ2つしか2杯しかなかったんですよね。なので僕たちが頼んで、もう一つ別のお客さんが頼まれて終了だったんですけども、同じタイミングだったからですね、大将とその若手の方ですね、僕たちについてくれた方がですね競争するような感じでほぐしてくれてましたね。はい、でこちらがですね、なんだっけ、コンビノス貝じゃなくてヒオウギ貝か、ホタテと思ってたら、まあ、それも違ったんですよ。ヒオウギ貝というやつだったんですけども、これも開いたらですねきちんと処理してくれて、で味付けをしてまた焼いてくれる、これは醤油だったかな、で味付けしてくれました。これが開く前の状態ですね。でこれもですね後作りをしてくれるんですよ。でどうしますかっていうふうに聞かれて、チーズリゾットにできますって言うから、うわっされとって言ってからすぐ頼みましたね。はい、こちらはタラバですかね。はい、あズワイだっけ、あ分かんないごめんなさい、ちょっとそこの違いがよく分からないですね。これもねまあ太いんですよ、もうねバリバリすごかったです。もしかして選んでくれたのかな、撮影するからって言って、このね盛り付けもですねすごく丁寧にやってくれて、本当ありがとうございました、ご協力いただきまして。はい、変なのが来てですね、こんな感じで、でこれはですね牡蠣なんですよ、岩牡蠣かな、はい、僕たちは頼まなかったんですけども、あまりのでかさでびっくりして、何このでかさって言って、顔ぐらいでかいんですよ。はい、でちょうど土鍋でですねご飯が炊き上がって、このご飯を使って先ほどのホンビノス貝、の後作りをしてくれるんですよ。もうね米もねめちゃくちゃ綺麗でした。はい、でこんな感じでチーズを乗せてくれてですね、で溶かして、もうねこれマジで美味しかったんですよ。これでも多分貝が出ないと食べれないですよね、これ単品は多分無理だと思いますんで、ぜひね、まあ、セットで頼まれてやっぱり単品をちょっと頼むっていう方がいいんじゃないかなと思います。で締めにですねこちらが乳麺ですね、いろんな貝の出汁が入った乳麺です。もんでこれね出汁がねガツンと効いてるんですけども、すっごい優しい味でした。このねしじみもねでかっとか思いながら、で最後にですねすごい気になってたのがみたらし餅って書いてあったんですよ。え、なんこれと思ったら、お餅を焼いてくれるんですねこちらの炭で、でここにこれをですねみたらしのタレっていうんですかね、こちらです、これにこうなんていうかつけながらディップしながら食べていくんですけどもね、これがまたですねおおと思って、きな粉をも入れてくれて、なんていうんですかね、通常のみたらし団子とはやっぱちょっと違います、なんて言えばいいのかな、わかんないんですけども、まあ、味も違うしやっぱ食感もちょっと違うんですよね、けどもめちゃくちゃ美味しかったです。で焼けたらこういうふうに手前に置いてくれるからですね、それを、自分で取って、でそちらのみたらしのタレです。これお餅自体は食べ物なんで足りなかったらこれも食べ物に戻るんで、とりあえず8個入れます。お餅は食べ放題です足りなかったら言ってくださいって言ったんですけども、ここの時点でですね結構お腹いっぱいになってたんですよ。でもやっぱこうなんて言うんですかね、坂っていうんですかね、取れ高が欲しいからもういっぱい頼みすぎちゃってですね、多すぎましたね正直頼みすぎました。やっぱりねちょっとこう
取れ高が少ないよりも、あのもう余るぐらいの方がいいと思っていろいろ頼んじゃってですね、あのそこそこの金額がいっちゃいましたね。合計で2人で1万7000円ぐらいでしたね。でお酒もまあ僕は飲まないんですけども、奥さんの方は何杯飲んでたかな、3杯か4杯ぐらい飲んでたんですけども、だからまあ内容から考えればそんなに高くはないと思うんですけども、まあまあでもいいお値段はするなというふうに思いました。だからですね、あのまあしょっちゅうしょっちゅう来れる感じじゃないんですけども、貝が好きな方にとってはもうたまらなくいいと思います。うちの奥さん貝が大好きなんですよ。だからあの行くって聞いたら絶対行くっていうぐらいですね、あの楽しかったみたいです、美味しかったみたいです。だからあのこっからね、なんていうんですかね、貝が好きな方は目でも楽しめるし味も美味しいからですね、そういう意味ではですね非常に喜ばれるんじゃないかなと思います。大人数にはちょっと向いてないかなと思うんですけども、まあそれでも4人ぐらいで来られてる方もいらっしゃったからですね、まあいいかなというふうに思います。はい、ということでもうね本当にですね、この日はですね店員さんの方たちがあの普段から多分そうだと思うんですけども、サービス精神がすごく旺盛で、あのどうですかこれも取りますこれも取りますみたいな感じでものすごい協力していただいてですね、本当に恐縮でした。はい、ということで本日はですね、空の三香橋さんのご紹介になりました。はい、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。失礼します。